トレンドニュースの高まりです。大谷翔平選手の電撃結婚ニュースが日本列島を駆け巡りましたね。驚きですね。相手は一体誰なんでしょうか。一般の人それともなんて明日が楽しみですね。それでは本題に入ります。米女子プロゴルフツアーの今季第4戦目の HSBC 女子世界選手権がシンガポールのセントーサゴルフカントリーで開催されました。日本からは5人の選手が参加しています。古江彩佳、西村優菜、畑岡奈紗選手が71をマークし1アンダー10位タイ発進を決めました。笹生優花選手は前半は2アンダーで好調だったんですが、後半で40と崩れ2オーバーの36位タイの発進となりました。1ヶ月ぶり出場の稲見萌寧選手は4オーバー53位タイと出遅れてしまいました。2日目からの巻き返しに期待しましょう。4アンダーで米国のサラ・シュメルツェル選手が単独首位にいます。ここで一般の方のコメントの紹介です。古江さん、今大会こそ4日間調子が上がっていくことを期待しています。西村さん、上位フィニッシュでシード権獲得に向け高ポイントをゲットしてください。2人とも応援しています。以上コメントの紹介でした。今回はこのチャンネル一押しの渋野日向子選手は出れませんでしたけど、あと3日間5人の日本選手の応援をしていきます。よろしくね。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。